吉田さんもやりますね。すごいですね。まだまだね、若いもんには負けないですよ。まあ、若いもんって言ったってね、吉田さんもそこそこ40になるでしょ。若いものと言えなくもないけど、いや、私はね、この年になってね、うちの子が、そうですね、小学校上がるか、10歳前後で、父兄参観とかあるとするじゃないですか。で、他の20代の若いお父さん方と競争するわけでしょ。それがね、私はね、ライバルですからね。今から5年、10年かけて戦いに行く感じですね。少なくとも、どんな挑戦にもビビらず、胃も引かずで行こうかなと思いますね。負けるにしても、恐ろしい負け方をしてやろうかなと。脅威を感じさせるようなね。その、昔巨人でね、金田っていう投手がいて、長嶋初打席、三振。でも、投げた金田は、もう脅威を感じたらしいですよ。とてつもないやつが入ってきたな。なんだあの三振は。むちゃくちゃすげえな。またバッター中島三振。うわすげえなこの三振はみたいなね。単なる三振なのに相手をひれ伏せさせる、そんな挑戦を私もねこれからもやっていきたいなと思います。まあでもね、私はねカーネル・サンダースみたいに65歳で営業を1000球回してフライドチキンを開業させたりとかね、世界の名だたる店舗にしたりとか、月に行くような計画を立てたらできませんけども、1億円稼ぐことはできますよ。こっからでも、今日からスタートしてね、それ2年3年で1億、これはできますよ。もう楽勝ですよ。こんなのもうやってきたんですし、そう考えたら金ぐらい稼げなくてどうすると思っちゃうんですよね、うん、これはね40過ぎた人にも50過ぎた人にも言えるけども、今までの人生がしっかりとね根付いたものだったら、これね、金ぐらい稼げます、うん、まずね、自分には無理と思って自信奪われてるだけなんですよ、うん、自信なんてなくたっていい。やってみましょう。目的を、その結果をね、しっかりと見据えてそこに向かっていけば一歩一歩でもいいんですよ。結局は山の頂上にはたどり着けるわけですよ。だけどそっちの方にね、足が踏み出せていなかったり、そもそも頂上に向かう意思がなかったらたどり着かないですよね。今回の、まあ、動画のまとめになりますけども、 100m 走を走るときにどんな速いやつが 100m 走のゴールの反対側に行ったら永遠にたどり着かないですよね。でも足が遅くても正確にその方向に向かっているんだとしたら必ずたどり着くんですよ、まあ、ただそれだけじゃないですかね、うん、遠い目標だからといって物おじして今日の一歩を踏み出さない人に明日はないということでございます。